マルコです。嫁です。息子です。よろしくお願いします。お願いします。というわけでね、はい、今日今ダラダラと喋ったね。喋った。1時間近く喋ってない。すごい喋ったね。で、本当は最初にちょっと改めて言っておきますけど、はい、8万人チャンネル登録者ありがとうございます。ありがとうございます。というで、そのお礼の動画を撮ったんですけど、いっぱい喋っちゃったんで、まあ今年1年振り返って、まあ、ちょっとこんなあったなっていうようなことを喋ってるのをこの後、この後にちょっと皆様に見ていただきたいと思います。で、後半のね、例えば今年の動画、うん、マイベストのトップ3とか、あと例えば話整形とか親子とか、そういう質問みたいなコメントにお返事するのを嫁チャンネルの方に同時にアップしておりますので、そちらの方をぜひともご覧くださいませ。というわけで、じゃあとりあえずメインチャンネルの本編行ってみよう。行ってみよう。いやー、年末ですね、はい、年末ですな。本当にね、2019年もあと少し。滑舌悪すぎんなのか。でも鼻が詰まってね。いやー、でも本当に皆様今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろお世話になりました。あ、お世話になりました。まあなんつってもね、やっぱね、うん、チャンネル登録者は、はい、8万人ありがとうございます。本当にありがたい。8万人ってなかなかよ。だってそうね、まあ、差し当たっての目標が、言い方悪いかもしれないけど、差し当たっての目標がやっぱり10万人をね、突破したいっていうね、10万人の方にチャンネル登録してもらえたら嬉しいなっていう、そういう感じでやってたんで、うん、やっとちょっとね、ね、ほんのちょっと見えてきた、うん、ほんのちょっと、うん、後ろ姿見えてきたぞと。銀の盾も、銀の盾したなんか。いやでもさ、はい、実際その動画結構な本数を上げたよね。いやね、本当にね、うん、演奏で何本くらいな。それな、嫁と俺だからギターインストの動画で60本、うん、これ消したやつもあるからね。そっか、うん、だから60本以上は作ってるはず。で、嫁と俺のそのギターで60本の動画で、嫁歌で26本。おお、じゃあこれ嫁チャンネルに載せてる嫁歌とかも俺含んでるやつあるから。あ、そっかそっか。でもトータル音楽系の動画は86本。うわー、まだ、ね、もうちょっとで100本なんやね。すごいね、86本って。で、実際、うん、例えばマルコギターっていうところで俺がソロでやってる動画も2本ぐらいあるし、 あと、うん、マルコの小部屋が14本と、うんうん、嫁チャンネルが23本、まあ20本ぐらいが企画っていうか、はいはい、こういうおしゃべり系の動画やってるんで、うん、トータルで100本は作ったね。すごいね、100本の動画ってなかなかね。100本か、なかなか頑張ったよな。頑張ったね。1年経ってないからね、うん、そうね、うん、そっか。まあ見てもらえる動画があったり、うん、あんまり見てもらえない動画があったりしてね、うん、でもおかげさまでその嫁歌より始めてからやっぱちょっとキュッてこう、うん、本当チャンネル登録者さんも視聴回数もね、なんかね増えてきて、うん、だんだんとこう平均的にね、うんうん、ありがたいな。ありがたいしかないですよ、本当に、うんうん、まあ、来年ね、もう本当1月中ぐらいにチャンネル登録者さん10万人行きたいなと思ってますからね、うん、密かに、うん、密かに。あれなんだっけ、でも銀の盾って申請しないともらえないんだっけ。10万人いったんでくださいよ、そう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 、みたいな。 YouTube に10万人いったからちょうだいってちょうだいって言わないとくれないみたい。そういう感じなんや、うん、確かな。リッキーさんが言ってたんだったかな。あ、なんか行ったら勝手に送ってきてもらえるみたいなイメージだったのよ、うんうん、お前らやったじゃんほらよみたいな。ほら違うんや、この銀の再生ボタンをお前に与えようっつってYouTube さんがくれるのかと思ってたのよ、うん、じゃなくてYouTube 何金10万いったんで例のやつもらっていいですかねって言ったら、しゃあないな言ってこう出してくれるやつらしいですよ。知らんかったそれは。でも10万人ピャッていった瞬間に俺もパパパパってやるから来ましたよって。なんでスマホでやったのかね今。パパパパパパってやるから、ちょうだいちょうだいちょうだいってください、10万人ですよね、10万人ですよ、名前は嫁と俺でお願いしますカタカナで言うて、あれどうなんだろうね、チャンネル名で来るのかな。あー、どうなの。マルコチャンネルとかだったらなんかでも嫌だな、嫁と俺で欲しいな。そうだね。でももしマルコチャンネルで来たとしたら、うん、嫁チャンネルの盾も欲しいじゃん。欲しい、2枚飾
ました。嫁チャンネルが今何人ぐらいいんだっけ。ですね、もうちょっとで2万人ですかな。お1万9000人くらい、1万9200人かな、さっき見たんですが。すごい。なんかね、やっぱそのメインで来てくださった人が嫁ちゃんにも興味持って登録してくださったりとか、結構なんか最近こうゴンゴンゴンって来てて、増えてるね。そうそうそう、あんまりちょっと更新できてないのがあれなんですけど、メインの方頑張っちゃってるからね、うん、へえ、そうだ、まあ、とりあえず目指せ2万人、うん、年内、ね、年内年内っていや無理無理、今日最後だからねもう無理だ、最後だからそうだった。まあでもいいね、こうやって、うん、嫁チャンネルのいろんな企画とか、うんうん、そのやっていきたいから ね、音楽に関係ないことも、そうそうそう、関係あることももちろん、うん、なんかこうフリーダムに自分たちが喋ってる様をガンプラも作りたいし、作りたい、そうだ、だからその話したかったんだよ俺。2019年の嫁チャンネルの展望みたいなやつ、ほう、これ気になってて、うん、何をやろうかなと、いや何をやろうかなって、ね、やりたいことばっか溜まってってるから、確かにね。まず今企画としてそのやろうと思ってるのはガンダムを語りながらガンプラを作る。これは絶対やります。で今ファーストガンダムとゼータとポケットの中の戦争とあと第 08MS 招待、あと逆襲の車、あそうだ逆襲の車なんだよねそんな感じなんですよ、うん、で今ねあの0083、はい、スターダストメモリーを見始めたところ、うんうん、だから結構初期の方のって見たんだよ。そうそうそう、見てるね、見てる見てる。その見た中でその見た中の思い出のモビルスーツのガンプラをね、はい、組む動画とかね、喋りながらね、できるかな喋りながらまあまあ完成品を飾って語りながら眺めるのもいいしね、うん、とりあえずすぐみでね、すぐみね、うんうん、やってみたいなっていうのが一つと、あとやっぱゲーム実況、ゲーム実況もやりたい、うん、言うてもともとゲーム好きなんすよこの夫婦って。そうそうなんですよ、うん、めっちゃモンハンとかやってたよね二人。めちゃくちゃやってた。で俺すぐ機嫌悪くなるの。そうそうじゃねえよ、そこじゃねえ、立ち回り立ち位置考えろようるせえよいや仲良くやってましたよ懐かしいな。でも懐かしい。いやだって俺弓使いだったのその当時、うん、で体験使ってたから、で体験上手だったの、うん、で体験、まあ、尻尾も切れるし俺弓バランスいいなとか言ってたら弓面白そうとか言って弓始めたりとかいいじゃん弓いるからとりあえず。いやいいじゃん、弓が一番なんか性に合うんですよそう結構あれだけどね、難しい武器だけどね。いやあれもね、まあ、難しいね、至近距離で。まあでも今ワールドは違うからね、その防具がほら、そっか、剣士防具、ガンナー防具って分かれてないからさ。そっか、そうだね、うん、あ、そうだそうだ。ワールドは実はあんまりやらんかったね。私はワールドのマグマみたいな、なんだっけ、ドゲラマゲラみたいな名前 のマグマのいるじゃないですか、でっかい、なんだっけ、デラデラデラマギアスみたいな、ちょっとあの名前が分かんないデラベッピン、そう絶対違うでしょ。これあの昭和のエロ本だよこれちょっと私平成の人間なので分かりませんねそんなこと言われても。そうそう、なんかその溶岩のでっかい巨大モンスターをちょっと今から見に行こうぜってマグダラオスみたいなやつでしょ。あ、そう、ドラマグルダラオスみたいな。ドラだったかな、まあなんかそんな名前のやつねそう、そいつを見に行くぞってところで終わりました全然やりたてだよなそれって。そう、なんかちょっとどうしてもこうなんか広いし綺麗だしいいんですけど、うん、好きそうだけどね、すげえ酔う、ん、酔うの、画面酔いしちゃって。でなんかやっぱ知っとるキャラクターのキャラクターじゃないモンスターの方が出てこんくて、それもまたねちょっとね、あーそれは確かにね、うん、結構そこでやる気そげた感じする、うんうん、そうだってプレステ4なんてさ、うん、そのモンハンのために買ったじゃん結局プレステ YouTube 見るか、まあ、ドラクエやった。あ、やったやった。ドラクエ11だっけ、あれ、うん、11はめちゃくちゃやったね。全員レベルマックスとかにしたもんやっぱやり込んだやり込んだ、あれやってよしになっちゃったな、うん、プレステのゲームやってないね。買ったんだけどね、デス・ストランディングみたいなやつをね買ったんだけど、なかなかね積まれてるよねあれも。積まれてる、やりたいんですけどねまあゲーム実況もやっていきたいな、うん、スタイルとしてやっぱゲームやってもらいたいんですよ私がね。うん、そうそう、やっぱ若いし、
反射神経もまだ俺よりは全然敏感なんで、そう俺横で実況メインで喋る方メイン、私の行動を実況するっていう、うん、実況するかチャチャ入れるかどっちか、うん、それはやりたい、やりたいよね、うん、あと料理ね料理やりたいね、あの、まあ、夫婦ともに料理は好きなんですよで運のいいことにマルコのお友達に料理人っていうか和食の、ね、うん、人がいるんで、うん、その人に今家に来てもらって、ちょっとこうやると美味しくできますよっていうのを教わりながら実演をね、うん、こうしていきたいなと思って、やりたい、絶対ポンコツが爆発するよ、うん、俺たちの怒られちゃうよ苦い顔、苦い顔されるよ、あ、もうそれでいいですよみたいなあ、そうじゃなかったっすねみたいな言われそうだよな、もう目に見えてわかるもの、うん、まあ、そんな感じで嫁チャンネルは企画としてやりたいこともたくさんあるんですよね、うん、あとやっぱり例えばもしかしてそのギターとかの、うん、その演奏でこれどうやってるんですかとか、うんうん、ギター的な質問とかあったら嫁チャンネルの方でその、うん、解説していこうかなっていうのも思ってます、うん、まあ、やった曲の話でもいいし、ギター的にマルコってどんな練習したのとか、例えばの、うんうん、嫁さんってどうやってスラム覚えたのとか、うん、どんなんでもいいんでコメントあったらそういうのをいつかまた拾って動画にしてみたいなと思ってます。はいはい、はい、いかがだったでしょうか。はい、いや喋った喋ったいや喋ったね、喋りすぎたね、ほんとね、喋りすぎた。まあこんな感じで、で嫁チャンネルの方まだあの半分以上トークが残っておりますので引き続きそちらの方も見に行っていただけたら嬉しいかなと思います、はい、というわけでいつものやついってみよう。最後までご視聴ちょっと早すぎる最後までご視聴ありがとうございました。2018年大変お世話になりました。来年もよろしくお願いします。また見てくれるよという方はチャンネル登録と動画の高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタグラムのフォローもお願いします。というわけで皆様良いお年を。良いお年を。また来年。また来年会いましょう。ちょっとせっかくやです映るとこでやってイエイ。